はい、もちもち TV のもちです。以前、嵐のタコのストラップを応募者全員サービスってやって、プレゼントしたと思うんですけど、で、まあ、二人の方と連絡が取れないっていうことで、その青森の方と、で、韓国の方、まあ、韓国の方は連絡は取れてるんですけど、でもなんか、ハングル語で住所が書いてあったんで、本当に届くかどうか自信がなくて、まあ、とりあえず両方とも、ハングル語の方は普通に送って、で、青森の方は連絡お待ちしておりますみたいな感じでいたんですけど、まあ、二人とも、なんか無事に届いたんですね。もう青森の方からは連絡が来て、もう普通にストラップを送ったんですね。で、韓国の方も連絡届いたみたいで、で、ありがとうございますっていう DM が来たんですけど、まあ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、まあ、それだけじゃなくて、その韓国の方からは、ちょっとお手紙が届いたんですよね。もう、韓国の方だけ、もうハングル語でもう届く自信がなかったんで、まあ、他の方全員にはもう自分の住所なんて書いてないんですけど、その韓国の方だけ住所書いたんですね、自分の。で、そしたら、お手紙が返ってきて、で、今日はそれを紹介したいと思います。まず、普段から外国から物が届くことなんてないので、まあ、ちょっとテンションが上がったんですけど、まあ、お手紙なんですけど、まあ、こんな感じで、もう嵐のマークが書いてあって、まあ、とても可愛らしいなって感じなんですけど、まあ、それにしても嵐はアジアにファンが多いなっていう感じがすごいしますよね。はい、では、オープン、じゃじゃーん。おっと、この中に手紙と、あ、嵐の、なんだこれは、嵐のシールかな？嵐のメンバーの名前が書いたシールが、こんな感じのシールが入ってますね。ちゃんとメンバーのカラーになって、青、赤、緑、黄色、紫って。なんか、何かに貼りたいなって思うんですけど、なんかちょっと、1枚しかなくてもったいない感じがしますね。嵐のシールと、あとこちらは？あ、こちらはなんか、嵐、I love you って書いた。まあ、こちらも嵐の、まあ、シールというか、ステッカーですかね。まあ、嵐のステッカーが入っております。で、手紙、お手紙ですね。こちら、お手紙を読みたいと思います。まあ、本人にはもう許可を取ったんで、お手紙紹介していいですかって許可取ったんで、読みたいと思います。これは私が作ったシールです。あ、これ私が作ったシールって、この方が作ってくれたシールなんですね。すごいですね。5人のイメージカラーと、嵐はブラックにして6枚です。ちょっとしたものですが、もし良ければ使ってください。ありがとうございます。ぜひ使わせていただきます。使っていただけたら嬉しいです。誰が一番好きなメンバーかは分かりませんが、嵐っ子ならきっと素敵な5人、嵐自体を好きでしょう。気に入りますようにありがとうございます。カムサハムニダ、あ、韓国らしいですね。ディアモッチさんへ、ここでディアモッチさんへ、こんにちは。ここ名前は伏せさせていただくんですけど、こんにちは、何々と申します。前回のイベントに応募した韓国人です。覚えていますか？登録者として初応募でしたが、そのイベントの抽選結果がまさかの全員当選。そして私も当選者としてストラップをいただけるようになりました。 YouTube で当選発表の動画を見てた時に全員当選にも驚きましたが、最後の頃自分の話が出てもっとびっくりしました。それもとても嬉しかったです。そして郵便箱に入ってた封筒を見つけました。やっほー。YouTube で動画を見た時から実際ストラップをいただいた今もまだ夢を見てるような気がします夢を見てるような気がしますって、そんな大したことはしてないんですけど、僕的には。実は私、嵐ファンになってもうそろそろ1年半になります。本当に嵐っ子になったばっかです。それなのにすごく優しいファンの方々とも出会えて、一緒に楽しみながら歩んでいけるし、自分の人生の中でも大きくて大切な存在になって、私が頑張れる理由でもあります。本当に嵐さんとファンの方々には感謝の気持ちしかありません。感謝感激雨嵐、これからもよろしくお願いします。 PS、 ぐちゃぐちゃな文字でおかしい表現ですが、読めるといいですね。勝手にこの住所に送ってすみません。サプライズでやりたかったです。2019年10月26日 from 何々何々と、この方の名前がここに書いてありますね。はい、ということで本当に非常に温かいお手紙をいただきました。なんか嵐の年賀状の時と、まあストラップの時と、あとは初中見舞いか、初中見舞いの時にもっちさんにお返事を書きたいですとか、
モチさんに何か送りたいですっていう、まあ、DM とかメッセージとかコメントとかを、まあ、ちょくちょくいただくんですけど、やっぱさすがになんか住所を明かすのは恐ろしいじゃないですか。まあ、住所を明かすのはちょっとなって思って、それができずにいたんですけど、まあ、今回、その韓国の方だけ、まあ、届くかどうか自信が、なんか、もしかしたら帰ってくるかなと思ったんです、ストラップが。だから自分の住所を書いたんですけど、なんか本当に僕が送ったものは、ストラップともうちょっとした手紙というか、まあ、ちょっとした手紙ってほどでもない、もうメモ帳ぐらいの感じなんですけど、なんか倍返しされたな、もう倍以上かなっていう気持ちになってますね。本当にありがたいですね。はい、このいただいたステッカーは本当に大切に使わせていただきたいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。